ありがとうございます。おはようございます、はい、炊飯ライトをやってまいりました。はい、ね、今あのそれぞれで炊飯セットを持ってきてですね、今ご飯を炊いてるところです。はい、やっぱり贅沢な朝食ではいいですね。いいですね、はい、で僕はちょっとあまり得意ではなくてですね、はい、早速今日池田さんのメニューは何ですか。はい、僕はですね、あのご飯にこのレトルトカレーにゆで卵と生卵、はい、ゆで卵と生卵生卵、はい、もうちょっと手火をで、その後に味噌汁を作って、はい、その後あのもう一回あのちゃんと美味しいカレーを作ろうと思って、あ、別でインスタント持ってきています。なるほど、はい、ちょっと朝ごはん2食分ぐらい、はい、食べて、まあ、お昼は食べずに乗り切ろうかなというぐらい食べようかなと思います。なるほどですね、はい、ということで、ちょっと開けてみていいですか。あ、どうぞ。だいぶ吹きこぼれたんですけど。だいぶ、どうですか。あ、でもいい感じですよ。あ、いいですね、いい、いいですよ。そこがどうなってるか気になるところですがちょっと開けてみよう。いきますよ。あれスプーンが曲がる。硬そうですね。ちょっとどうなんでしょうか。どう。まあまあいいんじゃないですか。あ、いい感じですね。ちょっと食べてみますか。うん、いい感じ。炊き具合もいい。めっちゃうまいわ。だいぶあの、はい、怒られたんですけど。怒られた。あの蓋を開けるなってだいぶ怒られたんですけど。めっちゃうまいっすよ。大成功っすね。大成功っす。じゃあちょっと他の人のメニューも聞いていきましょうか。じゃあこの似合ってるところから。はい、おはようございます。おはようございます。インタビューさせてもらっていいですか。はい、今日の炊飯はどんな炊飯でしょうか。今日はガーリックコーンライス。ガーリックコーンライス、はい、いや、いいですね。あ、なるほど。今宙に浮かしながら調理中なんですね。そうです。これを入れます。入れて完成です。おお、ガーリック豚ですか。あ、豚と。なるほど。これちなみに、はい、アルコールストーブですか。はい、はい、おお、なるほど。エヴァニューセット。エヴァニューと、そうですね。あ、ウルトラライト装備ですね。はい、ベテラン感、ありがとうございます。ありがとうございます。ベテランですね。よし。じゃあ、今なんかすごいいかついスペアリブを焼いてる。いかついっすね。ありがとうございます。ありがとうございます。これ最高ですね、朝食。これはメダリブです。これめっちゃでかいじゃないですか。すごいワイルド。これはご飯です。食べまくりですね。あの、初めてすごいいい感じに炊けました。さっき始めました。あ、ほんまですか。ウインナー。これがあの日本のウインナーではないという。あ、そうそう、ロシアの。ロシアの銀座のロシア食品店で買ってきました。結構ええところから。なるほど。これ何ですか。これはあのマキシマムです。マキシマム、あのハーブ塩みたいな。へえ。これを水に溶かしてスープにするだけでめっちゃうまいですよ。え、水に溶かしてですか。そう、あのお湯か、お湯に溶かすだけで。ああ、なんか米にかけてもうまいし。へえ、便利だから。ちょっとそれ調べます。また後で味見してください。ああ、ありがとうございます。はい、いやー、ロシアンですね。ロシアンですね。はい、ちょっとこちらの方に。はい、はい、おはようございます。おはようございます。ちょっとインタビュー2回目の出演ありがとうございます。今日はどのようなご飯でしょうか。今日はもうシンプルに白米と、はい、コーヒーだけ。お、持ってきた。渋い。あー、いいっすね。山口かけハギの上のしそわかめ。あー、え、これ山口さんなんですか。山口。知らんかった。これうまそうですね。残り物ですけど。こういうのがやっぱりシンプルに美味しいっすよね。美味しいっすね。いいですね。うん、行きの久我パーキングで買ってこようと思ったんですけど、はい、時間的に厳しい。行くのが7時半ってなって。ああ、なるほど。ああ、間に合わないってなって。しょうがない、もう残ってるものだけで。あ、今回はちなみに燃料は固形燃料でいいですか。固形燃料です。
ダイソーで買ったやつです。あ、ダイソー、これあれですよね、本当に自動炊飯というか自動炊飯、こいつ1個でちょうど足りるぐらいなんですよ。あ、いいですね。メスティン、これは今メスティンを保温中というか、まあ、ブラッシュ中です、ね、あ、ブラッシュ中、いつも逃がさないようにタオルで。なるほど、これはあのちゃんとしてます。ちゃんとしてます僕はちゃんとしてなさすぎてちょっとありがとうございます。惜しかったら結果もらいっす。はい、あ、うち、はい、あ、もう、もう超高級な定食定食屋さんがいます。定食屋さん、おはようございます。おはようございます。バサンドコーヒーさん、力に行きましょうか。そうそう、はい、すいません、お隣に失礼します。失礼します。今日のメニューはどうでしょうか。今日は白米とお味噌汁だけです。おお、いいですね。シンプル、さすがですね。もうこれを持ってこられるのがもう岩のテーブル、これをちょっとこれを置いてあったそこら辺にあったやつですね、はい、いや、まあ、海苔ですかね。あ、海苔、まあ、あれだったらお茶漬けも。あ、お茶漬けはですね、よかったらもう、あ、ぜひぜひ。ありがとうございます。今日はコーヒーは、コーヒーはないんです。あ、本当は日本茶だったんですけど、はい、ちょっと日本茶忘れちゃって。あ、なるほど本当はここにもう一個メニューがあったんですね日本茶があれば確かにもう今日はパスハントジャパニーズティーだったんです。あ、なるほど、うん、そういうことやったんですね。忘れちゃってジャパニーズティーが。次はジャパニーズティーでお願いします。ありがとうございます。ありがとうございますこれちなみに固形燃料で、今回も固形燃料で。ああ、なるほどなちゃんと隠してる某100円ショップ。ああ、いや、素晴らしいですねうまいです。ありがとうございます。もうあの一食終わってしまったんですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。今日のメニューを、おお、ホットサンド。ホットサンド一緒ですよ、僕もだけ、ね、ホットサンドメーカーを持ってきて。お米は、米は食べてないですあ、難しいですよね。米はあの成功したことないんで。ああ、特訓してきます。あ、なるほどと練習は必要ですね、はいはい、これあれですか、今エヴァニューですか。え、これはエヴァニュー。すごいな、もうめっちゃ持ってますね。いや、もうちょっと山登るって知らなかったんでバカ重たいの持ってきちゃった、なるほど。僕らとしては山と感じてなかった、はい、いや、もうすいません、あの素人で申し訳ない。いやいや、キャベツを炒めて、キャベツとベーコンを炒めてホットサンド。あ、なるほど。 あんま中身いっぱいない。すごいなるほどな美味しいやつですね。いいですね、はい、このまま食べます。あとはスープ。あ、スープ、あ、スープ、インスタントスープ。いいわ、ホテルですね。いい、はい、いや、了解です。ありがとうございます。ありがとうございます。そしたらあの、はい、カウントコーヒースタンドの和田さんに、あ、はい、ちょっと話を聞きに行きましょうか。よし。いやー、ご飯を炊いて食べるっていうだけなんですけど、はい、やっぱり外で食べると美味しいです。いや、何でも美味しくなりますね。3倍増しぐらいなんですね、はい、まあ、みんなギアが違うんですよね。ギアが違う。おはようございます。面白。おはようございます。どうですか、今日のメニューはどうでしょうか。今日カレー。お、カレー、カレー、あ、いいですね。ボンカレー。ボンカレーですか。あー、ボンカレー、よいしょ。中辛で、あ、ボンカレ ー、 ちゃんとボイルしてんですね。なるほど。今からご飯、今からすごい、はい、お、開けるんすか。あ、オープンできます。さあ、どっちが切れるか、僕のと。じゃあ、いざ。おーい、おい、ちゃんと炊けてる。炊けてる。いい感じですね。いい感じ、いい感じ。そこもいい感じ。あ、いいですね。うん、あ、おいしそう。いい匂い。焦げてない。あ、すごい、焦げてない。あ、すごいさすがっすね。綺麗、はい、僕あのさっきスプーンが そこでカチッて当たったんで多分焦げてる。多分焦げてます。おお、なるほど、はい、カレーいいですね。朝カレーいいっすね、カレーが。ちなみに今日のギアは新しいんですか。どんなギアで来られたんですか。トークスです。あ、ソロセルト、トークスのグランピーさんで買ったトークス。ありがとうございます。と、あ、ガスで今回はガスとメスティン、メスティン、トランギアのメスティンは固形燃料で。ああ、なるほど。固形燃料多いな。なるほど。え、それあれですか、その
アルコールストーブの中に焦げ煮入れてるんですか。なるほど、そういう使い方があるんや。美味しい。だったら炊飯ちょうど1回分って教えてもらったんで。なるほどな。そうなんですよ。ね。楽に美味しく炊けます。ほったらかしですよ。あちちちち。おお、あいい、もうサイズ大正解。ああいいわ。ああもううまいわ。大正解です。ビジュがうまい。あいいっすね。あ早く食べたい。じゃあもう最後あのあいただきます。じゃあ最後はですね、あのカメラマンの村上くんの。あ僕の。はい。僕が一番つまんないかもしれない。はい、僕はもうこれですよ。僕もカレーなんでいいですね。もう写真撮ったりするからもう一番手軽にしようと思って。これなんかめっちゃ高級そうじゃないですか。いやこれ意外と安かった。高級そうで安いやつです。あちょっと開けてみますか。開けてみますか。僕は開けていいですか。ちょっとお願いしますか。カメラの都合上、はい、熱いわこれ。ちょっと待って、ちょっと待って。よしじゃあ行きますよ。熱々です。お願いします。せーの、はい、はい、おお完璧や。もう言うことないわ。あいいですね。完璧。だいぶ米多めに炊いちゃったっすね。さすがやな。おお、できたんですか。ウーバーイーツです。あああれ、ありがとうございます。わあ、ありがとうございます。どこに置いたんですか。いただきます。あ上に乗っけちゃってください。はい、あすいません。最高。これスペアリブはご自身で味付けされたんですか。そうです。すごすごいですね。味噌ですか。2時間ぐらい蒸してもう骨離れよくして味噌だれにつけて、うん、あの表面を焼くと。へえ。池田さんのこの、あすいません。このこれに味見してみてください。裾分けが始まる。はい、はい、どうぞ。ありがとうございます。いただきました。よしということで、はい、今回は、はい、炊飯ライトということで朝いいで、ね、みんなでご飯を炊いてご飯を食べると。今日でもみんな成功してますね。成功しますね、うん、僕が多分失敗すると思ったんですけどね。成功してしまったんですね。成功しましたね。ご飯炊いてますかっていうところですね。隣の突撃晩御飯みたいな。あの意外とちゃんと炊けるっていうのが分かりました。そうですね、はい、ただ固形燃料のあのメスティンの自動炊飯は楽ですね、うん、いいですね。あもう何も考えずに綺麗に食べれるんで。なるほど、はい、ということで、はい、もう今日一回もあの走ってるところはないですけども、うん、モーニング炊飯ライド炊飯ライドのメニュー紹介でございました。はい、はい、では終わります。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いただきます。いただきます。